プリンセス若さはコスモラインが運行するフェリー。鮮名は若さ美名伝説に由来する。撤退する九州商船に代わって種子島航路に参入するコスモラインが高速船、ロケットを運行するにあたって海上運送法上の指定区間の要件を満たすため山西で建造され2004年12月12日に就航した。2008年1月から3月にかけて 法定検査によるドック維持と合わせて、トラックバスなどの搭載数を増加する改造を受け、旅客定員が減少した。1日1往復。所要時間は3時間30分である。ドック期間中は運休する。船体は4層構造で上部から、航海船橋甲板、船橋甲板、上甲板、第二甲板となっている。航海船橋甲板が、操打室及び、 乗組員区画、船橋看板が旅客区画、上看板が旅客区画及び乗組員区画、第二看板が車両搭載区画となっている。ランプウェイは第二看板の線尾無に装備する。交通バリアフリー法に基づいて作成された鉄道運輸機構の旅客船バリアフリー設計マニュアルに準拠したバリアフリー高度化線である。 通常の船内設備に加えて、高齢者や新商社に対応した客室、多機能トイレ、車椅子対応エレベーターなどのバリアフリー設備を備える。2008年の改造工事により、エントランスデッキの船体中央にあった旅客室 EAF、トイレ、ペットルーム、船員食堂、調理室、空調機室が撤去され、その部分のカーデッキの天井口が上げられた。 その前方にあった吹き抜けのエントランスホールも閉鎖され、船員食堂、調理室、空調機室が移設された。案内所、ペットルームはプロムナードデッキに移設された。旅客室 E は女性専用区画として運用されていた。また、修航時はエントランスホールで売店が営業していたが、2006年に休止となり、改造後は自動販売機のみとなった。 パブリックスペース教職、物販設備、ありがとうございます。